ホリダイチャンネル。どうも皆さんおはようございます。ホリダイでございます。今日はね休日なので、休日の Vlog でも作ってみようかなと思います。まずは起きました。いつも通り換気扇の下で一服しております。おはようルーさん、よく寝たかい？そうでもないか。よし、それでは、ただいま10時、今日は今から、雪男会議なので出かけてきます。雨か。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、スタジオに向かっております。まあ言ってもね、 YouTube の方は簡単に言ったらまあ俺たちの部活みたいな感じなんで、まあもうちょっとでスタジオ着きます。雪も待ってるんでこの後会議です。はい、時刻は10時半、スタジオに到着いたしました。よいしょ。あー、雪をいるかな。あー、いる。くせえな。あ、いたいた。おはよう。いいっす。悪いね、いつも連日。おいっす、おいっす。今日は、はい、とりあえず会議。会議。あ、はい。この後レイユがさ、一応ちょっと早めに来るから。はい、あ、そうなんですか。うん、だからちょっと一回あの編集もさ、あの簡単なやつやりながらちょっと一緒に教えてけたらいいかなと思って。はい。うん。わかりました。オッケー、オッケー。トボヒロいないんだね。カメさんいないですね。来た時にもう車もなかったし、ああ、飯食い鍵もかかってたんで、ああ、飯食い行ってんだね、はい、オッケー。なんか大さん、派手ですね。そう、グリーンが冴えてます、ね、ああ、グリーン鈴木です何の話やねとりあえず開けよっか。はい、帰り。ともひろ今日真っ白だね。はい、俺はマグリーンだけど。おい、おはよう。ありがとうね、連日連日、はい、ちゃんと寝れた昨日こそ。いや、ちょっと昨日は4時まで編集やってました。さすが若者でございます。まあ、コーヒーでも飲んで。はい。あよ。イェイ。はい、時刻は、ただいま、11時15分。ともひろさん。今日もよろしくお願いいたします。はーい。あ、完成、はい、ありがとうございます。バッチリでございます。時刻は、12時、正午ですね。カットも終わり一服しております。そして、この後俺のスタジオで雪男とレイユと会議をします。頼もう。お疲れ様です。お疲れ様です。やってますか。はい、髪型バッチリ決まりましたとりあえず終わった。はい、一旦終わりました。うんうんうん、了解了解。腹減ったね。腹減りました。お昼過ぎだし。飯行く？はい、はい。どこ行く？黒田でございます。うんうん、了解。今の合ってたら面白かったんだけどな。まあまあ、しょうがない。これがリアルだからね。オッケーオッケー、休憩しよう。オムライス行ってみる？とんでもない量だよ。黒だ。いや、え、何にすんの。いや、オムライスも迷ってるんですけど、うん、でも親切丼もやっぱり4日目だけど捨てがたい。確かに4日目だけどなこちらがですね、僕のインスタグラムでプチバズりをしている黒田屋の親切丼になります。
これがうまいんだ。ホルモン焼きブラザーズ。いただきます。おーい、お食べくださいまし。オムライス。でかいでしょ。美味しかったね。一服しましょうか。君ら、はい、ゆっくりやってて。はい。うん。先戻ってるから。はい。いやー、お腹いっぱいだね。あ、もう来てた。お疲れー。今日休日の Vlog 撮ってんのよ。そうそうそう。あ、今の一瞬だけな。一服。一服中。だったらこの、はい、タイトルもちょっと短くして、で前編を入れてあげるといいかなとは思って、はい、なるほど、うん、そしたらそっちの方がいいですね。うんうん、したんですけど、うん、完璧で、色もちょっと変えて。そうだね、うん、でもやっぱあのさやかちゃんが言ってたようにピンクの方がカットのこだわりが出るかもしれないな。あ、やべえ、俺2時半からマッサージ入ってたんだった。じゃあ、ゆきお疲れさん。あ、お疲れ様でした。うん、なんか適当なタイミングで上がって。はい、わかりました。行ってきます。はい、お疲れ様です。やばい。でもマッサージ屋さんはすぐ隣なんでね。今日は今から、ご近所さんのタイマッサージ、アロマディさんで、あ、ともかちゃんだ。今からマッサージをしてもらってきまーす。それでは。はい、マッサージ終了しました。いや、ここね、本当にストレッチとかね、いろいろ入れたりしてしっかりほぐしてくれるんで、ホリダイ的にとてもおすすめです。はい、時刻は4時前ですね。今からとりあえず8時から、20時から、ペンダントトップの打ち合わせがあるので、ちょっと缶詰で下絵を描いていこうと思います。頑張ります。はい、えぐい量の絵が止まっております。頑張るか。今日はマジで、まずはね、このチェストピースの方から描いていきます。最近はもう下絵はもうもっぱら iPad Pro ですね。基本はね、もうアナログで一回こうお客さんの型を取って、トレペにマジックペンで一気に描いちゃうんですけど、その後それをこう読み込んで、でさらにそこからしっかりと iPad Pro で作っていく感じで作ってます。便利だからね。汗、よし、これでベースは出来上がり。次行こう。続きましてはバックピース、ダンシチクロベですね。これはもう昔からやりたかった絵柄なので、もうあの打ち合わせの時点でフリーハンドで、原寸大の紙にはもうこの時点まで描いています。でこれを今からしっかり仕上げていきたいと思います。だいぶできてきました。現在7時前。ってことはあと1時間ちょっとしか絵描けないのか。まあなんとかこれを仕上げてワンポイント1個ぐらい頑張りたいと思います。よく見たらちょっとバランス悪いなぁ。ちょっと細かいところまで詰めます。頑張ります。にゃん、お前も休憩か。あ、気にせずどうぞお水飲んでください。よし、おしまい。ただいま7時35分、25分だけ休憩します。来てくれてますね。いいじゃないですか。どう、お気に入り。はい、着心地抜群でございます。抜群ですね。あざっす。さあ、そろそろ念願の僕たちのクラシックのオリジナルアイテムを打ち合わせの時間がやってまいりました。ただいま、夕方8時、20時でございます。
はい、今回お世話になる、アーティストの方が来てくれました。今回はね、実はうちのクラシックスタジオのマークでペンダントを、制作していただいてるんですけども、そちらの方ができてるです。先生、お見せください。やべえ、皆さん、この動画が出る頃にはもう俺の首についてるかもしれないけど、クラシックスタジオのね、マー君、俺とマー君のコラボのデザインを今回はペンダントトップにさせていただいております。これサイズ感バッチリっすね。はい、完璧でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、というわけで僕の休みが終了しましたよ、ともちゃん。はい、休みなのこれ。今日は休みじゃなかったね。もうすっかり夜、今何時？9時15分過ぎ。帰ります。はい、というわけで僕の、休日が終わりました。ガソリンねえや、入れて帰らなくちゃ。いやー、なんというかハードな休日でした。なんでこの日を選んだんだろう。ま、あとは帰ってルベオと一緒にゴロゴロしてゆっくり休みます。よし、帰ってきたぜ。帰ってきましたよ。みんな、みんな帰ってきましたよ、私らが。はい、飯何？うん、わかりました。楽しみにしております。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。それでは私は今からもう酒を飲んで寝ようと思います。それでは皆さん、良い夜を。